じゃこんにちは。さあ、いよいよ、はい、もう今週土曜日から始まりますよ。もう巨人は、はい、やっぱまあロッテファンには申し訳ないけど、はい、ソフトバンクに出てきてくれと思ってたんです。いや、それは絶対そうだ、うん、昨年の雪辱を果たすためには、はい、ソフトバンクを破るしかないんだから。そうですよね。そりゃそうだよ。戦う相手としては巨人としてはロッテの方はやりやすかったんですか？いや、やりやすいやりにくいは別として、はい、まあ、昨年のことがあるじゃない、4勝0敗、はい、これはやっぱ屈辱的だったと思うし、はい、だからそういう意味ではソフトバンクが出てきてくれて、うん、がぜんやる気というかさ、はい、よし来いみたいな、はい、気合をもう一つ入れ直すというかね、はい、まあ、そういうことになってると思う。そうですね。というわけで、うん、まあ、今回はですね、はい、日本シリーズ直前企画ということで、もう大解剖。お前の力入ってんな。いや、入ってますよ、入ってますよ。ちょっと楽しみだよな。いや、そうなんですよ。大解剖して、はい、じゃあ最終的に、はい、豊さんの予想とか、なるほど、誰がキーマンになってくるのかとか、うん、はいはい、ちょっと詳しく紐解いていきましょう。もう直前特別企画ということで、はい、で、まずは、はい、皆さんが言われてるのはやっぱり先発陣とか、第1先発、第2先発、第3先発、うんうん、両チームどうやってくるんだろう。まあ、そうだろうな、はい、まあ、そこはやっぱもう王道でくると思うよ。王道で、うんうん、でソフトバンクの方はやっぱ千賀という、はい、まあ、タイトルホルダーを、はい、まあ、エースだよね、はい、まあ、もう第一線に持っていく、これはもう間違いないと思う、まあ、去年と同様っていうことですよね、うん、はい、まあ、巨人は言えば菅野がこけたら、うん、あときついなと思うわけ、はい、で第7戦までを考えると菅野を絶対勝たせるためには、はい、第2戦で千賀とぶつけないっていうやり方も、はい、考えられるんだけど、うん、その千賀の壁とソフトバンクの壁を菅野で越えないと、はい、やっぱこのシリーズを失うっていうことにもなりかねないんだよ、うん、だから第一戦が最大の山だよね。もうここで決まるといっても過言ではないぐらいってことですよね。そう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 、菅野がこけたら皆こけたみたいな。だ去年、うん、豊さん、去年って山口投手先発だったじゃないですか、うん、豊さん直前予想でこれ山口投手でこけたら0勝4敗あるよ巨人ある言ってたのが、うん、まさにそうなったじゃないですか。そうそうそう、ということはやっぱりここもそうなる可能性があるということですか。それともソフトバンクのモチベーションとすれば、はい、やっぱこうクライマックスシリーズ短期決戦日本シリーズも含めて、はい、12連勝中なんだよね、はい、でこれはやっぱり選手のモチベーションとしたら今年も全部勝つ、うん、そういうモチベーションになってると思うんだよ、はい、だから千賀と菅野が最大の山なんだよ。いや、だからどっちの野手陣もこのピッチャー立ててるんだからうち負けられないっていうことにもなってきますもんね、うん、まあ、それとやっぱクライマックスを戦ってるソフトバンクがやっぱり一つの緊張感は持ち続けてるというね、はい、まあ、そういうなんかモチベーション的にもソフトバンクの方が多少有利かなっていう。ただ本拠地が東京ドーム使えなくて京セラになった、はい、だけどまあ巨人の本拠地から始まるということでね、はい、まあ、恥ずかしいことも巨人はできないという。だから菅野を外すっていうことはまずないと思うね。だから菅野と千賀もうそこはいいですか。そこはもう鉄板だと思う。だから両監督がお互いに当てたくないのかなとかいろんなことをこう考えてるのかなって、わざとでもエース同士でぶつけるっていうのは、はい、まあ、王道のやり方で、はい、逃げも隠れもするようなチームじゃないよね。両方とも優勝チームだから、はい、両リーグの、うん、だからそこら辺は俺は逃げも隠れもしないと思う。これがクライマックスで3位から下克上で上がってきたって言ったら、はい、一つの奇襲をかけても面白いと思うんだけど、うん、やっぱり優勝して、うんね、堂々と日本シリーズに出てくるチームがそんなことするかっていうと、はい、やっぱしないよ。しないですか、うん、じゃあもう両チームのエースでここは投げ合うと。第一戦目は俺は絶対ソフトバンクに勝ちたいと思うんだったら俺は菅野は外すけどね、千賀から。ちょっと待って、ゆだちょっと待って。何今までの論がガラガラガンって崩れたんですけど、豊さんだったらってことですね。今までのは多分原監督の気持ちで話してたんですもんね。そうだよ。でも豊さんが監督だったら俺は菅野は外すと。昨年の千賀が先発した時の巨人打線はコッパみじんだったんだよ、はい、
でやっぱり苦手意識もあると思うんだよね、はい、だって160近いさまっすぐ投げてきて、うん、その中にカットフォークでしょ、はい、それなかなか打てないよ。いやそうですよね、うん、ってなったら豊さんだったら第2戦に菅野を持っていく。え、じゃあ第1戦は、だから第1戦は、うん、俺は高橋優希、いや先発で使うんだったらよ。私もおかしいですけど。いや違う違う、はい、ソフトバンク打線っていうのは、はい、まあ過去を振り返ると、はい、今永もそうだったけど、はい、あと楽天の唐島とか、はい、やっぱね外に抜けるボール左ピッチャーの、うん、あれに非常に弱いんだよ。はー、だから1戦目はいい、2戦目勝った方が気分よく移動もできるし、はい、ね、次の日移動休みでしょ、まあ練習は、うん、はい、練習はあるけどね、あるけど、だけど、まあ、そういうことから考えると、2戦目重視ということを考えると、菅野で絶対勝っておくというさ、奇襲ですね、豊さん。そうだよ、高橋優希投手、まあ、いや、仮によ、そうなったらよ、はい、仮に、そうですね、うん、仮にですね、これなんかホワイトボードに書いておきます、そしたらとりあえず。でも原監督の立場であればもうそれは、いやそれはもう逃げも隠れもしないでしょ。なんかあとなんかインスタライブ巨人のなんかのあれでなんか菅野投手が1戦目自分行きますって言ったのをほのめかしたみたいなんですけど、まあね、いやいやまあ普通そうだよ普通考えるけど無責任な立場から言うとそうですよね、やっぱりそういうふうなこともやっても、うん、いいんじゃないかと、面白いんじゃないかっていう、そうですね、まあ、何を繰り出してくるんだろうって。あ、確かで、これで高橋優希投手でもし千賀投手に打ち勝ったら、うん、これはもう巨人がどう、いやもうソフトバンク焦るあって、うん、焦ると思う、菅野投手残ってるしっていうっていう風になりますもんね、うん、じゃ あ、まあ原監督的には菅野投手、まあ菅野行くよね、工藤監督ももちろん千賀投手なんですが、豊さん的考えだとこれ高橋優希投手持ってきても面白いかなと。まあ、完全にまあ、高橋優希に失礼かもわかんないけど、うん、負けても仕方ないと思えばさ、うん、1戦目はもう、うんうん、負けから入るっていうこともあり得るかなって、やっても面白いのかなって、絶対勝つとするとね、はい、だってさ日本一になれなかったら終わりでしょ。はい、終わりです。なんか多くのファンがさ菅野で負けたら、うん、あはあって多分思うと思うんだよね。そうですね、思わない。風潮的にはそうなります。そうでしょ、はい、あ、また去年の、はい、4勝0敗っていうのが頭に出てきます、ね、出てくるでしょ、はい、だから俺は菅野は絶対負けちゃいけないんだよこのシリーズ。うわー、菅野が勝てなかったらもう失う。ものすごい責任とプレッシャーじゃないですか、ね、いやいやあるよ菅野投手は、うん、じゃあ続いて、はい、第2先発です。第2戦はね、はい、サンチェス、あ、サンチェス、はい、うん、サンチェス投手が来て、向こうは石川でもムーアでもいいんだよね、左を持ってきても。あ、そう、だからまず東浜投手がね投げれない、ちょっと投げられないということになってるので、うん、じゃあそこは、右の石川投手もしくは左のムーア投手、うん、なんか第2先発って左っていうイメージが、まあ豊富にいるからね、はい、で、和田っていうのがいるんだけど、はい、和田は本拠地での頭で投げさすのかなっていう、どっちでじゃあ行くと思います、石川投手、ムーア投手、2戦目、京セラドームです。まあ石川、石川投手、まあ今年タイトルも、ね、うん、取ってます、千賀投手と一緒に2戦目、はい、だから一気に2つ取っちゃうみたいな感じ。おー、すごい勢いですね、すごい勢い、もうだから負けられないと思ってるよ。だからもういい手からどんどん切っていくってことですね、ソフトバンク。だってクライマックス、あの短期決戦で12連勝してるんでしょ、はい、だからみんな、よし、連勝伸ばそうぜみたいな、うんよし頑張ろうみたいな、うん、もうそういうモチベーションはマックスに上がってるよね多分。あ、なるほど。じゃあ巨人の方は、まあはい、原監督的に言うと菅野投手第1戦目、うん、で豊さん的に言うと菅野投手はこう第2戦目、うん、目になるっていうことですか。俺だったらね俺だったら、ね、高橋優希投手を最初に持ってきて、うん、菅野投手、じゃあもし原監督であれば1戦目菅野投手、2戦目は誰にしますか。サンチェス、サンチェス、うん、はい、どうですか、ソフトバンクの野手と打者との相性というか、サンチェス投手どういう風な感じにイメージしますか。サンチェス的なピッチャーというのはパ・リーグ多いんだよね、まっすぐ速くて、あとはちょっと追い込んだら変化球を投げるっていう投手が多いんで、まあそんなに苦にはしないと思う。
ソフトバンク有利ですよ。ただサンチェスもハマったらボールに力があるからね、はい、だからそういう意味では全然通用しないかって言ったら、まあその時の調子によっていいと思う。本当ですか。中村晃選手とか柳田と選手とか、うん、グラシアル、デスパイネ、カッポンカッポン打ちますよ。大丈夫ですか。まあやってみりゃ分からんけどな。まあそうですね、やってみないと分かんないんですけどね、はい、じゃあ第3先発、うん、これは移動してペイペイドームになります、はい、そうなってくるとソフトバンクは和田だよね。あ、言ってましたね。和田投手が第3戦目で戸郷、お、ここで戸郷投手が来るんですね、うんうんうん、じゃあまずこの和田投手、まあ、和田はやっぱ経験値が豊富で、はい、まあ、ある程度その5回までっていうのを腹くくって投げてるから、はい、まあ、抜くとこはないんだよね、うん、で立ち上がりの悪いピッチャーじゃないから、はい、立ち上がりに弱点があるとかそういうピッチャーじゃない、うん、立ち上がりからピチッといけるピッチャーだから、はい、まあ、なかなか5回までっていうふうに決めて投げられると、はい、そんなに点は取れないと思う、うん、何以上みたいな。いやだから戸郷も、はい、戸郷もある程度特殊だから、まあそうですよね、うん、はい、で初に近いでしょ、はい、おそらくそういう意味では双璧だよここは。ただ戸郷がとっちらかなかった、とっちらかったら分かんないよ、はい、フォアボール連発とか、はい、ペイペイドームでってことですよね、うん、だからまあ緊張感からくるね、はい、そしたら分からないけど、戸郷もなかなかこう癖のある感じの投手だけになかなか難しいと思う、タイミングと思うね。まあ、そうですよね、うん、じゃあ第3先発は和田投手と戸郷投手ということで、はい、まあ、残りは、ムーア投手であったりソフトバンクは笠谷投手、そう、ね、で巨人でいうと今村投手であったり畠投手あたりが、うん、まあ、その後、まあ、戸郷の次は今村来るんじゃない。あ、まあ、左、うん、もう畠にちょっと期待してるんだけどね。あ、そうなんです。だとすると豊さん的だと畠投手って何戦目に使いたいんですか。まあ勝敗に余裕があるんだったら5戦だよね。おお、5戦目に使いたい、うんうんうん、1,2,3,4,5 だからペイペイドームの最終戦ってことですよね。でちなみになんですけど、はい、去年のピッチャー第1先発第2先発とかどういう風になってたかというと、ソフトバンクはもちろん千賀投手なんですけど、はい、巨人は、まあ、山口俊投手で、うん、まあ、巨人負けました。で第2戦目は、ソフトバンクが高橋嶺投手だったんですよね。で巨人がメルセデス投手で、第3戦目になるんですかね、これ巨人が高橋優希投手とか持ってきてたりとか2人するので、まあまあまあ、あと和田剛投手も投げてますね。投げてるでしょ。はい、あの和田剛投手は菅野投手となので4戦目か、4戦目に投げてます、ね、いやだからそのソフトバンクの場合は先発である程度頑張ってゲームを作れば、あと後半に行けば行くほど崩れないんだよね。鉄壁がいますね。高橋嶺がいたり、はい、岩崎がいたり、はい、モイネロ、モイネロがいたり、森がいたり、はい、あと加山がいたり、はい、いやめちゃくちゃ豊富なんだよ。 だからといって巨人が豊富じゃないかって言ったら、はい、豊富じゃなくはないわけよ。いますよね、まあ、いることはいるんだけどさ、だからソフトバンクよりも線が細いということだよね。例えばその、まあ、ちょっとシーズン途中から離脱しますけど中川投手、うん、大丈夫ですか、上がってきて。いやどうなんだろうね、まあ、ここら辺もあれだし、はい、高梨投手、うん、デラロサ、はい、これもやっぱり最後ね怖い怖いよな、はい、だからまあそこら辺が安定してないっていうところが一つ日本シリーズに入る不安材料でもあるよね、巨人は。そうですね。あと田口投手はもうこのまま日本シリーズもその中継ぎというかで使っていく感じなんですかね。どうなんでしょうか、ね。まあ中がいなかったから、はい、その田口が中に入ったっていう可能性もあるし、はい、まあそういう意味では先発に隠し玉で持ってるかもわかんないよね。ああ、どこかに。これはもう駆け引きだから、はい、でも予告先発でしょ。今の段階ではまだわからないんですけれども。まあ予告先発するよな。俺しない方が面白いと思うんだけどね。もうそしたら大座の組み方なんか簡単になるじゃない。いやもうそうですよね、まあ、単純に右と左が分かんなくて、はい、両天秤かけなきゃいけないっていう風になってくると難しいけど、はい、まあ、今日は左だって言ったら左の大座を組めばいいわけだから、はい、だからそれは簡単になるよね、うん、だから豊さん的には国選抜しない方が面白いと。いやシリーズ的には俺は面白いと思う。ああいう
う時って急いでまたオーダーとか組み替えたりするもんなんですか。あ、先発もだから偵察要員を入れるよね。前の日の練習誰ピッチャーしてるかなとか、まあまあ、とかもそうだし、はい、オーダーの中にピッチャー一人入れといてそこに代打入れるとか、もう初回の守備から変えるとか、はい、まあそういうことがあるよね。そしたら一人戦力がなくなるじゃない、はい、だからそういうやり方でも俺は面白いと思うんだけどね。そうですよね。だってさ、勝負するときにさ、ね、殺し合い行くときに手の内見せて勝負する？こっちは、こっちは左利きだぜみたいなとかね、とか、こっちは鉄砲使います、こっち刀で行きますとか、こっちは えらい爆弾抱えてますよみたいな言わないですよね。言わないだろ、はい、だからそういう探り合いも面白いんだよ。それもそうですね。そう、面白みというか、そう、そうですよね、うん、だからまあ普通のね、平場のゲームだったら、うん、まあ、この日誰が投げる、あ、じゃあ見に行こうっていう、うん、ね、そういうことはあっても、日本シリーズって日本中が注目する試合だから、うん、なんか日本中にそういう楽しみも与えてもいいかなと思うよね。そうですね、見てる方もで、ファンもわ、この先発自分ところのチーム使ってくるんだとか、わ、オーダーこうなってるんだとか予想もできるし、開けた時、開けた時の面白みって倍になりますもんね。昔工藤がさ、はい、日本ハムが日本シリーズに出た時に、はい、工藤って20勝したピッチャーが投げれないっていう風に報道がなされたの、はい、なんか階段からこくってなんか骨折したんじゃないかって、はい、それが日本シリーズに間に合わない、ぐるぐる巻きにしてるんだよ、はい、ね、第一戦開けたら、はい、そいつが先発なんだよ。それはじゃあわざとだったんですか。わざと、まあわざとかどうか、まあ怪我はしたことは確かなんだろうけど、はい、日本シリーズに間に合わせてたんだ。だから一緒に練習させないで別でさせてたりだとかさ、騙し合いですね。いやだからそういうのが面白いじゃない。そうですね、ぜひちょっと予告先発なしで、もう本当だよな、はい、やってもらえるとね、なんか面白さも倍増するんじゃないかと思いますが、はい、日本シリーズ直前企画、はい、今日は、ピッチャー編をやりましたが、はい、次は野手バッター編プラス、はい、豊さんのズバリ大予想もしていただきますので、はい、なんかピッチャー今感じるところではソフトバンクの方が一応有利かなと思うんですが、これはバッター、まあ、ピッチャーは完全にソフトバンクが有利だよ、うん、完全にやっぱ質量、うん、とかあとは変速だとか、はい、そういうものを全て持ってるということ、はい、じゃあこの時点でソフトバンクが若干今はピッチャーとか投手部門が有利ですね。有利だね。じゃあ次の動画でちょっと巨人のね、ところを見せていきましょうよ、豊さん。はい。はい。